Peggy 18. バイオハザードシリーズプロデューサーを担当しております、カプコンの川田正親です。私は今まで、ナンバリングのですね、バイオハザード4、バイオハザード5、および、派生タイトルとして開発しておりましたリベレーションズシリーズ、あとオペレーションラクーンシティ、最新作アンブレラコアの、制作を担当しております。初期のバイオハザードシリーズはやっぱり何よりもその恐怖っていうところをですね、強く捉えていたと思います。恐怖ホラーっていう部分をですね、何よりも重要視していたタイトルだったんではないかなと。ただバイオハザード4からですね、よりそのエンターテインメント性といいますか、システムも含めてよりそのゲームとして面白いものっていうところにですね、舵を大きく変えていったタイトルになっていたんではないかなと。456とそのバイオハザードの123で大きく流れは変わっていってるんですけれども、ただやはりその恐怖という部分に関しては一貫してそのバイオハザードらしさというものを目指して制作の方を行っていたというふうに考えています。早20周年ということで、やっぱすごく、長い間、ファンの方にですね、支持していただいているタイトルなんではないかなと。今までのですね、そのエンターテインメント性であったりとか、そういったものもそのファンの趣向に合わせてですね、またあのファンにできるだけこう楽しんでいただくためにもですね、幅をできるだけ広げていくっていうことを、今までやっていたように思います。チャレンジはもう都度、各タイトルごとにですね、いろいろ行っていると思ってます。リベ2ではクリフハンガーという手法を取り入れて、連続的にこのシナリオを展開していくっていうチャレンジを行いましたし、ただまあそういう流れの中ででもですね、やっぱり一番大きな展開になったのはバイオハザード4なのではないかなと。バイオハザードの1から3までのですね、制作手法を全く覆す、そのゲームシステムであったりとか、アプローチっていうのはやはり当時のその開発スタッフ、の素晴らしい、制作手法だと思っておりますし、パッションというものを、非常に感じたタイトルでした。例えばあの Wii で発売した、アンブレラクロニクルズっていうタイトルもあるんですけれども、恐怖推し以上にですね、その2人で遊ぶんでこうその恐怖を克服できるっていう部分をですね、すごく、探ったタイトルだっていうふうに、考えています。2人でこうバイオハザード遊ぶっていうのはそのバイオハザード5でも、行っていた手法ではあるんですけれども、より、そのシンプルなゲームシステムにすることでですね、ゲームの中身を一緒に楽しめる、ゲームスタイルになっていたんではないかなと思ってます。他にもですね、バイオハザードリベレーションズ、こちらはですね、もう携帯向けのそのゲームということで、当初はですね、非常にプロジェクト的にも、そこまで難しいタイトルだという認識はなかったんですけれども、限界までこう頑張ろうとグラフィック含めてですね、ゲームシステムもかなりその従来のバイオハザードシリーズに近いアプローチの方を行いましたし、ゲームエンジンのリフレッシュの方も行ってました。非常に意義のあるタイトルだったというふうに感じています。これからもですね、皆さんに愛していただけるようなブランドにしていきたいと思っておりますので、開発スタッフの力も借りつつ、ファンの方に楽しんでもらえるコンテンツを、開発していきたいと思っております。引き続きの応援よろしくお願いいたします。